あれ、オリカだ。奏でなり吹く蝦夷、空に響き愛ねせば。綺麗な歌声だね。ライド、いつもこうやって歌ってるのか。私、歌うの下手くそだから練習しないと。そんなことないよ、今の歌上手だった。うん、いいの、私の歌なんて誰も必要としていないもの。クレアお姉ちゃんみたいにみんなに必要とされたりしないもの。それにいつもみんなの足ばっかり引っ張って迷惑ばかりかけちゃって。クレアさんと幼馴染なんだっけ。何でもできる人なんだ。今日の演奏会みたいにみんなに期待されてる、みんなから必要とされてるの。私は教会に入会して聖女候補として頑張ってはみたけど、能力の低いクラス B だからパートナーの相手もいなかった。だから司祭様から命を受けて歌うおかミッションに参加できたこと、すごく嬉しかった。私、必要とされてるんだって思えたから。ああ、オリカは俺にとっては必要な人だよ。歌う丘で俺が足場から落ちそうになった時、歌魔法で助けてくれたよな。もう落ち込むなよ。俺、オリカのこと足でまといだなんて思ったこと一度もないし。そんなに優しくしてくれるの？え？普通だよ、これくらい。そんなことない。ライナーは、ライナーは優しいよ。ダメ、どんなに倒しても次々に来る。大丈夫か？かなり歌っただろう。そろそろ休め。ありがとう。私はまだ大丈夫。それよりプラティナを守らなきゃ。ウィルスめ、ガーディアンを自由自在に操りやがって。緊急事態、プラティナへの通路の防衛網が破られました。なんだって。小隊長、大変です。使徒の祭壇にいるウイルスが異常な動きをしています。何？ウイルスの様子はどうですか？強力な結界をまとっています。結界？近くにいると気持ち悪くなるの。あれは間違いなく強力なエネルギーよ。気になりますね。急いで使徒の祭壇へ。これお久しぶりですね、シュレリア。その声は本当に久しぶりに外に出られましたわ。まだ声だけですけど。シュレリア様、一体ついに具現化できるようになってしまったので。ミュール、ええ、おかげさまで。どれほどの時が経ったのか分かりませんが、あなたは相変わらずのようね。どうしてあなたは人の味方をするの？臆病で弱くて儚くて、それゆえ凶暴で世界を食い潰すウイルス、人間。違う、人はそんな存在じゃないわ。本当にあの時のまま
あなたは昔からそうだった。私ね、そろそろ自分の夢を叶えたいの。そのためには人に生きていられると困るのよ。私の可愛い娘、そんなに怒らないで。すべてはあなたたちのためにしていること。何それ。人々を根絶やしにし、レイバテールだけの理想郷を想像するのよ。そんな、そんな世界嫌よ。これ以上の塔への干渉は許しません。許さないってどうするの？私はあなたよりも早いのよ。こんなのまだ序の口。今からもっと壮大なことをしてあげる。これからの世界の幕開けにふさわしい壮大なセレモニーをご披露するわね。いけない！イオン回廊がパンチされる！またウイルスが。いや、なんでもない。とにかく宿に帰ろう。みんなが心配する。うん。イオン回路はこの世界の気候を制御するシステム。それを落とすなんて、誰も住めない世界になるわよ。人間どころか、レイバテイルすらも。安心して、私はそこまでバカじゃないわ。あなた一体何を考えているの？さっきも言ったわ。人を根絶やしにし、レイバテイルの理想郷を作るの。そのためにすでに様々な策を張り巡らせているわ。あなたのすぐ隣にもね。シュレリア様。シュレリア様、気を失っておられるのか。それにしても美しい。シュレリア様、僕があなたのすべてをお守りしますよ。エレミアの騎士として、母さんのために。Thank you.
やるしかないよね。これで
感じる。ダレシップメクロボット、カモン。グレイトだぜ。うん、まずまずだよ。私にやれる。これで。えい。力を感じる。なんだこれは。レーバテールの能力を増大させる実験をしていた区画だ。ボルド、貴様らまたレーバテールに人とも思わぬ扱いを。レーバテールは強くあってこそその存在価値が上がるもの。我々は彼女にとって喜ばしい研究をしてるんだ。そう思わないか？本気の発言か。それは悪徳企業の裏側大暴露ってやつだな。エヴァテイルへの非道な行いの数々、許せない。ここで決着をつけてやる。面白いラドルフよ。
今日こそここをお前の墓場にしてやる。双方控え。社長。医者。天パの貴重なレイバテールに気安く近づかないでほしいものだ。今を戦う時ではない。我々も今は被害者だ。立場は変わらぬ。社長。手荒な出迎えすまなかった。私は総合勤務主任天パの社長アヤノライザーエルデュークだ。電波の社長。いかにいかなる理由であれ我々電波への牽制救助かたじけない。礼を言う。ラードルフ殿も教会の剣としての活躍劇はいつも聞いている。だが今日だけは手柔らかに頼むのか。何を勝手な。勝手は重々承知。その上での提案飲んではくれないか。分かった。ここはお互いのためにも引いておこう。理解が早くて痛み入る。では行くぞ。はミシャ。ミシャ、お前本当にミシャなのか。どうしたミシャ。何でもない。そっか、では失礼する。ミシャ、どうしてお前。ジャック、ミシャは本心で言ってるわけじゃないよ。多分テンパを油断させるためにわざと俺たちに嘘を。そうじゃねえ、そういう意味で言ってるんじゃねえよ。俺の記憶が正しければミシャは今はもう18のはずなのに全然成長してねえんだ。何？俺が最後に見た6年前と全然変わってねえんだよ。どういうことなんだ。本人に聞いてみるのが一番なんだが。とりあえずここにいても仕方ない。宿に戻ろう。Thank you.
て。えい。力を感じる。ナレシップ、燃やすよ。
癒しの歌だよ。グレイトだぞ。
誰知ってる。私にやれる。これで。えい。誰知ってる。力を感じる。ミッションコンプリートってね。うん、ま
どうぞ。力を感じる。ああ、慣れ失敗。ミッションコンプリートってね。うん、まずまずだよ。何？ボエド。いやあ、ご一行、こんなところで会うなんて奇遇だな。医者、貴様、何の真似だ。いや、何、貴様が塔を登るのを阻止せよとの命を受けているんだな。何だって。しまった、六角板で油断しすぎたか。どこまでも汚え企業だな、テンパってところはよ。だがしかし、こんなことは俺にとってはどうでもいいこと。ミュールさえ復活しちまえば、テンパとか教会とか面倒くせえもんはなくなるからな。ミュール、こんなことより俺はな、今腹渡が煮えくり返ってるんだよ。俺様の計画を踏みにじられた。おかげでだいぶ予定が狂っちまったぜ。なあ、ライナー・バルセルト。てめえだけは俺自身の手で消してやらねえと気が済まねえ。今日ここでこの場に過ぎ。
どうだライナ、ミシャに牙を向かれる気分は。ミシャ、お前どうしちまったんだよ。身も心もテンパに捧げちまったのか。おう、貴様とも分けありの仲のようだな。面白い。その方がより一層場が盛り上がるってもんだ。グッド。さーて、貴様らの落胆した顔を見ながらじっくりと殴り倒してやるか。実力の差ってやつよ。うん、まずまずだよ。おい、
ちょっと待て。さよなら、バルド。永遠にね。ミシャ。ミシャ、大丈夫か？ライナ、ごめん、ごめんなさい。ミシャ、私、ライナにいっぱい心配かけちゃった。ごめんね、ライナ。ごめんね。ミシャ、ありがとう。辛かったろ。ライナアルニーミシャ、お前本当にミシャなのか。全然成長してねえぞ。ちょっとね、いろいろあって。また改めて話すわ。それよりアルニーこそ、その腕どうしたの？なんで？あ、おう、これか。ちょっと訳ありでな。そのうち話すわ。ああもう、なんか聞いててすっごくイライラする会話。ベリーミシャ、君が帰ってきてくれて嬉しいよ。すっごく心配したんだよ。ウルシェ、そんなに私のこと。なんせミシャにはどっこい定食87食にかち割り氷59杯みりん干し9枚にメガミルク2本の菓子があるからね。あんた人は。そっちこそ、どっこい定食58食とメガミ118個、メガミルク21本。忘れて。まあとにかく無事に戻ってきて何よりだよ。お互いね。お前ら、ほら急いでるんだろ。話しながらでもいいから進むぞ。ああそうだな、まだ先は長いぜ。
実力の差ってやつよ。うん、まずまずだよ。